鉄道アイドル伊藤桃がふるさと野辺地町の魅力を紹介する。私のふるさと野辺地町は自然が豊かでとっても魅力あふれる町なんです。1回目のすすめはスキー。青森県野辺地町は陸奥湾に面し、自然の恵みが豊富なところ。かつては北前船の港としてにぎわっていました。市街地から車で10分ほどのところにスキー場があります。抜群の雪質で初心者から上級者まで楽しむことができます。ここは日本のスキー発祥の地と言われています。明治37年野辺地の豪商が外国雑誌でスキーを知り、試作し滑ったのだとか。授業でもスキーを習うので野辺地ではとってもポピュラーなスポーツなんですよ。さてその腕前は。おー、ワンダフォール。陸奥湾を一望できる雄大な景色もまた格別です。アルペンだけではありません。クロスカントリー、歩くスキーの専用コースもあるんです。歩くスキー久しぶりです。でも楽しいです。野辺地町に関するお問い合わせはこちらまで。皆さんも野辺地町いらしてくださいね。